宇宙開発が盛んな時代、スペースコロニーで何不自由なく暮らしていた私たち7人と1匹は、修学旅行に出発したその日に宇宙の嵐に遭い、見知らぬ惑星に流れ着いた。そして私たちのサバイバルが始まった。この空が、この風が、この色が、もし消えてしまったら、僕らは、僕らはどうなってしまうんだろう。この海が、この星が、この夢が、この時アダムの病気を治すために近くのテラフォーミングマシンに向かった私たちは、その途中廃墟の町を発見した。そのうちの一つを調べ、そこがアダムと同じ人々の町と分かったが、治療に使えるものは発見できなかった。そしてついにテラフォーミングマシンに到着した私たちだったが、近づくのを拒まれているかのような攻撃を受けてしまった。ルナ、怪我はなかったか？ええ。どうかしたのか？声が聞こえたの。あ？声？そんなの僕たちには聞こえなかったぞ。なんて聞こえたんだ？それが人間は必要ないって。ええ？人間は必要ないなんて言ってるのが相手なのに、こんなので対抗できるのか。何もないよりはマシだ。シャーラ、アダムのことお願いね。必ず治す手がかりを見つけてくるわ。ルナたちも気をつけてね。うちがついてるがな。治療に使えるものさえ見つけたらすぐに戻ってくる。じゃあみんな行きましょう。うん。
ラスホールみたいなもんやろ。じゃあ誰かがどこかにいるのか。そうかもしれないね。これだけの規模だしな。用心するに越したことはないよ。とにかくこの施設がアダムの仲間が作ったものなら、その人たち用の医務室があるはずよ。せやな、アダムのために早うそれを探さんと。扉が見当たらないな。島の遺跡でもそうだったけど、一見わからないような扉がどこかにあるんじゃないのかな。アダムがいたらな。そういえばここは島の遺跡みたいに宇宙船じゃないのか。うん、うちもそれを期待してんねんけど。あ、出た。せやけどこれだけじゃようわからんな。とりあえずメモリーに入れとこ。アダムの仲間の文字。制御ルームや。こっちや。これがルナに聞こえた声の主なのか。仲間が病気になったの。ここに医務室はない。聞こえないのかよ。よせ、ハワード。あかん、みんな下がるんや。ナノプラント、あいつには生体反応はない。ロボット、いけない。平気だ。こいつ、ここの警備ロボットか。うん、どっちかというとメンテナンスロボットみたいだね。せやな。これ見てみ。お前は何か不思議な力を使うな。え、どないしたんや。今ロボットが話しかけてきた。何も聞こえないぞ。ナノマシンか。多分話しかけたのはロボットではない。このロボットは私の声を伝えているに過ぎない。じゃああなたは誰なの。私はこの星の全てのテラフォーミングマシンを管理するメインコンピューターサバイブだ。サバイブ。ルナ、誰と話しとんねん。メインコンピューターよ。サバイブと名乗っているわ。メインコンピューター？ええ、
この星のすべてのテラフォーミングを管理してると言ってるわ。お前たちは何者だ？どこから来た？私たちはあるアクシデントで他の天体から来たの。そして偶然カプセルで寝ていた少年を助けた。その少年は多分この星に住んでいた人たちの子供よ。この子が危ないの。だから助けて。この星の人間の子供？私たちはその少年の両親を探し、この星の謎を知りたいと思っているの。人間は必要ない。人間は全員が死ぬ運命にある。なぜそんなことを言うの？何も悪いことなどしてないのに。この星の歴史を知ればわかる。歴史？教えてやろう。なんて言ってるんだ？この星の歴史を教えてくれるみたい。ルナ、僕たちにもわかるように通訳してくれる？ええ、やってみる。これがこの星。この星の人間たちはその時期繁栄の頂点を迎えていた。でもオゾン層の破壊、大気汚染、温暖化などの異常気象に加え、大規模な地殻変動でこの星は人間が住めなくなるほどの大打撃を受けた。これってまるで地球と同じじゃないか。人間たちは環境の目まぐるしい変化を何とか食い止めようとしたが、大規模な地殻変動は終わることはなかった。星はもがき、火を吐き、揺れ動いた。それは星が生きている証拠だった。わずかな生き残りのうち、あるものは大船団を編成し、新たな母星を探すべく宇宙へと旅立った。そしてあるものはこの星に残り、星を再生すべく各地にテラフォーミングマシンを設置した。ルナ、うん、星の気候を安定させるすべてのテラフォーミングマシンは巨大宇宙船に搭載されているメインコンピューターサバイブ、つまり私が管理した。宇宙船だ。メインコンピューターと宇宙船は一体だったんだ。すぐには効果が出なかったが、テラフォーミングマシンは少しずつ星の気候を安定させていった。地殻変動も自然に収束し、千年かければ元のような環境を取り戻せる目処が立った。人間たちは新たな母星を探すために旅立った同胞にその情報を送った。それまでは私と人間たちの間は良好な関係だった。それまでは？やがて私はある結論に至り、行動を開始した。我々の手が届く全ての施設から人間たちを排除した。コンピューターの反乱だ。人間たちは激しく抵抗した。当たり前よ。各地域のテラフォーミングマシンは人間を絶滅させるためにウイルスタイプのナノマシンを散布した。人間を絶滅させるだと？じゃあアダムが病気になったのもそのウイルスナノマシンのせいなのか？なぜそんなことをする？教えて、なぜなの？それは人間が招いたものだ。私は人間に
この星の環境を元に戻せと指示された。しかし人間こそが星の環境を破壊した元凶であるという結論を得た。そのためにこの星から全ての人間を排除すべきだと決めた。人間を排除する？ふざけるな。お前らコンピューターだって人間が作ったんだぞ。その人間を殺すっていうのか？コンピューターだけではない。人間の作ったものは多くの人間を殺してきた。私が人間を絶滅させるために作ったウイルスナノマシンは体内で増殖を繰り返し、やがて人体を崩壊させる。それはこの星における人間の行為そのものだ。独りよがりな人間は放置すれば星自体を滅ぼしてしまう。我々がウイルスナノマシンと同じ。私は指示を出され、それを遂行しているに過ぎない。この星を元の環境にせよ。それが私に与えられた指示だ。危ない！みんなこの部屋から出るんだ！え？教えて、私たちはどうすればいいの？サバイブ！確かにコンピューターの言ってた通りかもしれないね。人間は生きている限り自然環境を壊し続けるってこと。でも環境を守りながら人と自然が共存するということもできるんじゃないのか？共存か、そんなのは綺麗事だ。私もそう思う。生きることは生命同士のせめぎ合いでしかない。せやけどテクノロジーの進化で人間と自然の共存かて可能になるんとちゃうんか？どうでもいいさ。環境破壊しようが何しようが僕は生きてやる。結局そうなるんだよね。他にどんな結論があるって言うんだよ。命の尊さ、命の重さ、大切さ、それだけは間違っていないと思う。生を受けたからには精一杯生きる。今はそれしか言えない。とにかくアダムのことが先や。そうね。大体探し尽くしたみたいや。残りはあと一部屋だけか。この施設にはここまで飛んできた機能しかないみたいだね。みんなん、こっちこっち、早く。ここってもしかしてウイルスナノマシンを製造していたところ？ジャコ、機械のシステムを調べて。よっしゃ。俺はアダムを連れてくる。お願い。ジャックインできそうや。何かを照射する機械みたいだ。島での経験が役に立ったわ。システムを解読できたで。で、どうなの？分岐した動作を光学的に異星体に変えたら、悪星のナノを良性に変換できそうや。そう、アダムを台に寝かせて。うん。よっしゃ、信号、頼むで。
ウイルスナノの機能停止、悪性ナノの良性ナノへの変換、共に完了や。しばらくしたら熱も下がるやろ。よかった、アダム。もう少しの辛抱よ。このシステムを持っていけないかな。ウイルスナノの機能停止システムをうちがコピーする。その照射マシンも持っていくんや。うん。それにしても、このシステムがあれば、アダムの仲間たちも滅ばなくて済んだんだろうな。アダムの仲間は全員が体内でナノマシンを活用していたんだと思う。生活のほとんどの分野もコンピューターが管理していただろうから、多分気がついた時にはもう手遅れってやつか。でもまだアダムの仲間が滅んだかどうかはわからないわ。せやな。メインコンピューターまで行けば何かがわかるはずだ。おまけにあの宇宙船が使えれば今度こそ帰れるかもしれないんだ。この星がどこかもわからないのに。その答えも行けばわかるかもしれないだろ。相手は人間は必要ないと言っている。その危険を冒してでも行くのか。ええ、私たちの目的はコロニーに生きて帰ることだもの。そこにはきっとその手がかりがある。うん、行きましょう。私たちはメインコンピューターのある場所を目指して砂漠を突っ切ることにしたんやけど、どこまでも続く砂漠にみんなの不安が募るばかり。あ、あかん、砂嵐や。ここで故障したら一巻の終わりやで。お願い、オリオン号、なんとか乗り切って。次回、一緒にコロニーに帰るんだ。特別な手紙。